ザイラウフは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンター・フランケン行政管区のアシャフフェンブルク郡に属す、町村である。この町は、アシャフフェンブルクに近いフォアシュペッサルトに位置し、この地域で最も古い入植地の一つに数えられる。ザイラウフの地区図及び土地利用図。ピンクは、市街地、白は緑地及び、工作地、緑は森林。ザイラウフは、二つの管区。 三つの地区で構成されている。以下の括弧内は2015年1月1日現在の人口である。ザイラウフの北東、ザイラウフバッハ川の水源地付近に19カ所のこの町の飛び地がある。かつての集落オーバーザイラウフ、ミッテルザイラウフ、ウンターザイラウフは建築地域が融合しザイラウフ地区を形成している。ザイラウフは北はブランケンバッハ、北東は ゾンマーカール、東は市町村に属さないザイラウフの森、南東はラウファッハ、南はベッセンバッハ、西はヘスバッハと境を接している。ザイラウフという地名が何に由来するかは明らかではない。二つの有力な説が提唱されている。この町は歴史的資料や文献には以下の表記で登場する。 バイバーヘイフェの上官戦8 9年にはすでにアシャフフ川上流域の谷の境界がここにあった。1189年にシギラベフの領主の農場が初めて文献に記録されており、ここからザイラウフという名前が生じた。13世紀にザイラウフは一時的にリーネック博の統治下に置かれた。リーネック博は近くのグレーフェンベルクにランデゼーレ城を建設した。 マインツ選帝公、ベルナーホン・エップシュタインは、1265年に、カリの上官、カストルム・ビバリウムを建設した。この上官は後に、バイバーホーフと改名された。ヨーロッパで、ペストが猛威を振るった1349年、ホアシュ・ペッサルトにはほとんど人がいなくなった。後にシュタイ区の森からの入植者がザイラウフにやってきた。バイバー,ーフのは、1552年に、 第二次辺境白戦争で破壊された。三十年戦争で、在ウフは、ほぼ完全に破壊された。1789年、在ウフの高台に、政府都市教会が建設された。これはおそらく、この場所に建てられた四代目の教会である。1803年、ホア出兵シュッペッサルトにおける、マインズ選定校の領主権が失われ、 アシャフフェンブルクとその周辺部は1814年にバイエルン王国領となった。1862年7月1日、別クスアムとアシャフフェンブルクが設けられ、ザイラウフはその管轄下に置かれた。1939年ドイツ国全土で軍の名称が採用された。ザイラウフは旧アシャフ,フェンブルク軍を構成する33の自治体の一つとなった。この軍は、 1972年7月1日にアルゼナウィン・ウンター・フランケン軍と合併し、新たなアシャフ・フェンブルク軍が創設された。1972年7月1日からはアイヒエンベルクがザイラウフに属している。ザイラウフの町長執務長者ザイラウフの議会は、主張を含め17議席で構成されている。ズ柄、ガラ、銀字に赤い斜め体。帯の中には六本スポークの銀路は、 上部には青い銀の斜め葉帯下部には斜めに配置された緑の多くの枝。紋章の歴史、青い斜め葉帯は、ザイラウフ側としたインバッハ側の合流点にあたる、この町の位置を示している。緑の多くの枝は、多くの木が豊富なシュペッサルト産地を表している。13世紀半ばから1803年までこの地域は、マイン先帝高領に属しており、 紋章の中の銀の輪と赤い斜め体がこれを示している。赤と銀の配色もマインツ選定講料にちなんだものである。この紋章は1969年3月21日に認可を得た。セーフトス協会ハルトコッペは在ウフ近郊で現在も創業している流紋岩の採石場で鉱石収集家の間では、 ウラン鉱石などの珍しい鉱石の産出地として、あるいは産出地分類のザイラウファイトで知られている。オークレスカイトも、この採石場で発見され、記録された。聖、ベンデリヌス幼稚園ザイラウフには多彩なサークルクラブ、団体が存在する。全国的に有名で成功した団体が、バイエルン赤十字の少年少女部門である。ザイラウフの重要なイベントが、 毎年開催されるつ、カハラフェストである。ザイラウフのクノープラウフフェストは2008年まで開催されていた。社会的な機関としては幼稚園2園と基礎家庭学校1校がある。この町は市町村音楽学校連盟に加盟している。1971年に剣道された復活協会が信者や住民の反対にもかかわらず、 ビュルツブルグ市教区の指示によって解体されたことで、ザイラウフは2009年に全国的に知られることとなった。この教会堂は建築家エミールマイの設計による打ち放しコンクリートの建物であった。この建物は建築文化財としてバイエルン州の保護文化財に指定されていた。ある市民が教会を世俗の用途に利用できるよう働きかけ。 政治団体の多くはこれを支持したが、カトリック教会側はこれを拒否した。シュペッサルとヘイエンシュトラーセこれらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。